国東から見る空からのパークシティ。ランドルフ軍はアメリカ合衆国インディアナ州に位置する軍である。2000年現在、ここの人口は27,401人である。ここの軍庁所在地はウィンチェスターである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1,174平方キロメートルである。このうち1,173平方キロメートルが陸地で、 一平方キロメートルが水地域である。総面積の0.09%が水地域となっている。ランドルフ群はホワイト川及びホワイトウォーター川の水源地である。2000年現在の国勢調査で、この群は人口27,401人、1937世帯及び7,798家族が暮らしている。人口密度は23。 平方キロメートルである。10、平方キロメートルの平均的な密度に1万1775件の住居が立っている。この軍の人種的構成は、白人98.06%、アフリカン・アメリカン0.26%、先住民セント、アジアセント、太平洋諸島系セント、その他の人種セント。 および、根血0.73%である。ここの人口の1.22%がヒスパニック、または、ラテン系である。この軍内の住民は25.20%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.90%、25歳以上44歳以下が27.30%、45歳。 以上64歳以下が23.80%及び65歳以上が15.80%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は96.20人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.80人である。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は34,544ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は48,855ベードルである。男性は39,951ベードルに対して、女性は2 6 3 4ベ米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人当たりの収入は16,954ベードルである。 人口の11.10%及び家族の8.30%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の15.70%及び65歳以上の8.30%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。